兵庫県道82号大択西宮線は、兵庫県神戸市北区大蔵町から西宮市神楽町を結ぶ県道である。主要地方道に昇格された1983年3月1日までは、一般県道359号大択山口線、一般県道329号山口和市、林寺線、一般県道112号六甲神楽線だった。 西宮市内を南北に結んでいる。西宮市山口朝鮮坂から同志越水社、河京山間の小笠峠は、七曲りと呼ばれる、急勾配、急傾斜の道路である。1991年3月25日に、西宮北道路が開通し利便性が向上したが、特に、阪神、淡路大震災後、三田、北上から西宮及び、 阪神間方面への抜け道として、交通量が激増した。このため、ボトルネックであった、とぶき橋交差点の立体交差を図るべく、南進事業を開始し、2004年3月に同事業が完成した。もっとも、船坂交差点付近のボトルネックは解消されておらず、休日を中心に、中国自動車道の上り宝塚付近の渋滞を回避するため、 西宮北インターチェンジから大阪市内などに向かう車両で渋滞が発生している。2007年3月18日に開業した桜宿川駅の建設工事に伴い、都市計画道路縦一線として西宮市神楽町から西宮市北夏木町にかけて拡幅事業が実施された。その北の阪急紅葉線との平面交差付近では、 慢性的な渋滞が発生しており、阪急を地下化して、踏切を廃止する案が検討されていたが、沿線住民の反対により2009年12月に事業休止が決定し、ボトルネックが解消されることはなくなった。このほか2007年秋から、西宮市橋林寺交差点付近の拡幅工事が行われ、すでに完成している。2018年4月1日に、 西宮北道路が無料開放され、並行する小笠峠区間は2019年4月1日から西宮市道に格下げされた。兵庫県神戸市北区畑町、吉尾山口町線坂からの大阪平野眺望。ありがとうございます。